はい、皆さんこんにちは、イネマトリックの池田です。こんにちは、坪井です。はい、今回は、溝井プレゼンツによるレンズフレアのご紹介なんですけど、はい、リケドのレンダリング機能、まあ、あの照明ですかね、照明のランプ機能っていうんですかね、はい、それを詳しく紹介していただきます。レンズフレアって言ったらあれですよね、うん、あのキラ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 ーって言ってるんですよね。そう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 、なるほどなるほど、はい、それをキラキラキラ系おじさんに紹介してもらいましょう、はい、夜がお得意な溝井さんに紹介していただきましょうあ、だから今日もライトなんですね。そうですそうです、そういうことです。はい、じゃあ溝井さんによるランプの紹介。はい、はい、こんにちは。こんにちは、溝井です。こんにちは、蟹沢です。よろしくお願いします。今日はあれですかね、もう紹介があったんですけども、ランプ2、うん、レンズフレア、そうそうそう、はい、ちょっとこれ前にもやってるんですけど、今回ちょっとバリエーションを増やして、うん、もう少しちょっと突っ込んでやっていこうかなと思っております、うん、なるほど、はい、はい、そうですね、今までこう室内のイメージとかあったんですけど、ちょっと今回は、外観、外を中心にちょっとやっていきたいと思います、うん、はい、はい、これおなじみのリックキャドのそのまんまのレンダリングのシネマ 4D のパースです。あ、はい、確かに、はい、いい感じですけどね、これはこれでこう、はい、これはこれで現実的に落ち着いてて、うんうんうん、いいですよね。あ、そうそう、現実っぽい、うん、うん、まあ、確かに幻想的ではないですね。そうですねシビア なんていうかこう、はい、リアル、うん、リアルではある、うん、リアルです。ただこのリアルが好きな人と、まあ、もう一つ、うん、ヒットスパイスというかアレンジしたい方もいらっしゃると思うので、これにこうレンズフレアって使うと、例えばこういう感じですね、この下のこのポールライトを見ていただくと、おー、ほわんとなってる、良くなってこう円形があってみたいな、うん、こんなイメージと、あとなんかいろんなバリエーションあってですね、もう一個は、はい、わーおギラギラだギラギラだよはい、ちょっと激しいな激しいですよねただちょっとこれ現実的はちょっと遠かったりするんですけど、うん、あのお客さんによってはちょっとインパクト出したいとか、うん、あるんですね、うん、そういう場面もあると思うので、これはお好みでこう使い分けていただけます。なるほど、なるほど、はい、まあ、選択肢があるの嬉しいですね、その、うん、はい、ね、めちゃくちゃ派手バージョンとそのリアルバージョンとね、うんうん、そうですね。で、はい、でこのレンズフレア、改めてなんですけど、上に書いてるようにリックキャド7から10の標準機能として使えて、うん、で左のボックスですけど、これランプツールの画面です。ランプの中に、はい、まずランプを選んで、うん、ランプの、カスタム設定ってところを見ていただくと、さっきの、レンズフレアのスタイルがこういっぱいあるんですね。この右側にこういくつか例出してますけど、うん、はい、このようなスタイルの中から一つ選んで選択するだけ。もう設定これだけなんですね。簡単なんですね。うん、はい、ただ、ちょっとやってみたんですけど、うん、で、これは設定のコツがいるなっていうのがちょっと分かって、でその辺を今日は紹介していきたいなと思ってます。一回そのコツだけ掴んでしまえば、もうあとは楽です。うん、あともう一つですね。レンズフライ、どうしてもランプなんで、夜景、うん、夜を中心に使えるっていうイメージが強いんですけど、うん、これ、日中とか、で、その他の場面で使えないかなと思って、うん、使えるありがとうございます。よくレンズフレアだと、よく太陽光とかピタッとしたパスがあると思うんですけど。ああ、はいはいはい、はい、よく、ね。あるある、不動産の広告とかでめっちゃある。ありますよね。かっこよく見えるんですよね。そうですよね。うん、あんなのもなんかこれできないかなと思ってやってみたら、こんな感じでできるようになったんですよ。うん、おー、はい、おー、いいや、なんかこう、特別な一日な感じがするわ。はい、いい表現。そうですね。めっちゃいい表現。そうなんですよ。これも意外と簡単にできたので、この辺も紹介したいなと思ったのと、あともう一つですね。夕景なんかもこう、夕焼けのこうレンズフレアみたいなのもあったりして、そんなのもできないかなと思ってやってみたら、うん、できちゃうんですか？お、じゃあ見ていただきましょう。こういう感じで。おお、めっちゃいいやん。はい、あれ、いい感じじゃん。めっちゃいい感じやん。なんか、思ってたより良かった。思ってたより良かった。はい、あ、いい、いい。有権もう一パターン、ちょっと抑えたようなイメージで、こんな感じですね。もう少し弱くいく。でもリアル、リアル。めっちゃリアル。の空。
応じてって感じですね。はい、うん。でもパースコンテスト応募される方も結構この技法を使われる方いそうですね。ここそうですね、最近そのツインモーションが出てきてツインモーションでパースする方とか増えてきてるんですけども、うん、まあこれだとリックキャド内で完結ができるので、うん、まあ、リックキャドだけどまたなんかこう募集する人が増えたらいいなーなんて思います。うんうん、はい、じゃ最後にちょっと戻りますけど、これ夜のパースですね。はい、ということで今日は、うん、この派手なパースの作り方と、あとこの UK と、うん、太陽光についてちょっと説明をユキキャドの画面でしていきたいと思います。いや、はい、どれも思ったより良かったこんな言い方したらあれですけど、いや本当に表現として、池田さん、うん、そのコメント私も思ったより良かったいやでもなんか表現として、うんうん、パースの表現としてありだなっていう、なんか悪くないですよね。うん、悪くない、全然悪くない、うん、なんか古臭くもないしみたいな、今でも、まあ、使える場面はあるかな。やっぱインパクトが強くなるっていう意味ではね、うん、じゃあその早速でもそれでね、はい、手間がかかるようじゃちょっとねどうせ手間がかかるんでしょ、どうせ手間かかるんでしょっていうもうどうせって言わないでくださいね、はい、やってきますよはい、はいはい、CAD 画面に移ってきました。じゃあ早速 3D で見ていきます。で今いくつかすでにこのあの照明というか、うん、入ってるんですね。音源ですね、うんうん。はい。入れてますけど、これ、あの、うん、好みで入れていただいて、今回入れてるのが、うん、あのスポットライトでこう植栽を照らすみたいな表現をしたかったので、うん、ここに光源を入れてると、こう、下から当たってるように見えるというところで、ちょっと入れてますので、ここは必ず必須ではありません。はい。はい。じゃあ、早速レンズフレアしていきます。お、この左の照明、ポール照明 と、はい、と真ん中と右側ですね、はい、この設定をしています、はい、まず左側です、はい、このランプ、選んでまして、ここの、全てのパラメータのここ左側のボタンですね、矢印を押せば展開できるという状態です、はい、うん、で、先ほど、評判 の、 この派手だねっていうこのスタイルですね、うん、もうビカーン、もうサムネの時点でビカーンになってますね、眩しいです。で今回はちょっと派手路線でいきます。はいはい、で先ほどの見え方で言うと、注意していただきたいのが、この下の明るさっていうところとサイズなんですよね。で、だいたいサイズを、200にするともうかなり大きいです。で、サイズは50から100ぐらいがいいかなと。で、そのまま OK です。で、OK です。で、あと2つの照明を選んでいきます。まず、ここ。選びました。あ、選ばれてますね。で、真ん中と右を。ちなみに、あの、200でやってもちょっとリカバリーできるんで、その辺も説明していきますね。はい。まずじゃあ、これ、マックス200ですね。200がマックスです。はい。いきます。はい。もうこのレンズフレアの設定って、これでもう以上なんですね。はい、早い。ほう。あ、そんな手間じゃないんだね。ほんと選ぶだけなんだ。形と明るさ。そうなんです。照明を選んで、もうあとサイズと明るさを選ぶだけですね、うん。で、あらかじめこのレンダリングの設定って出しておいたんですけども、このレンダリングボタンの左側に1個あって、はい。そうすると、はい。先ほどの画面ですね。で、設定は、あの、ここもお好みなんですけども、まあ、リックの、プリセットの、この夜レンダリングを使って、で、背景は、まあ、一つですね。夜景の選んだものを選択したいと思います。うん。この辺、あ、はい。で、環境。で、今回は背景を使うので、フィジカル使いはなしにしてあげて、もうすべてこれだけですね。で、うん、ただ、レンダリングが終わらないと、レンズフレアがどれだけこう光ってるのかとか、その辺がわからないので、こちらのレンダリング設定のところで一回クリックをしていただくと、うん、事前にこうプレビューですね、短時間でプレビューが確認できるという状態になります。はい、今もうちょっとで終わってくるので、多分通常のレンダリングだと、まあ、3分とか待つような形になるんですけども、こちらですと、あ、今ちょっとずつ見えてきた、ね、おで、このレンダリングが終わったら最後にレンズフレアが適用される。あ、確かに近いとめっちゃビカーンって、向こうは遠いからか。
そうですね。こっちは距離があるから、はい。200でも OK なんですけども、一番手前は200だと、うんね、派手さがね、そうですね。ギラギラしません、本当に。すごい。もはや、プランがよく見えないね。そうですよね。ですので、まあ、100ぐらいとか、まあ、もう少しちょっと現実的にすれば50ぐらいに抑えてもいいのかなっていうところですね。はい。うん、ちなみに、ちょっとこれは、50ですね。50、100、100という設定で、取ったパス。ああ、これ100でもすごいね。そうですね。はい。その今回もう強調したかったんで100ぐらいに設定したんですね。うん、はい。まあ確かに、ちょっと、はい、したスパイスだったら50が最適かもしれないですね。はい。まあそうですね。その辺がちょっと、まあお好みでになるので、最初からこう200とかマックスでいくと、ですね、やり直しが発生したりとかなってるので、少しこう現実的に少しのアクセントぐらいでいいよって方は50ぐらいにしていただければいいかなと思います。はい。じゃあ続いて太陽の方に行きたいと思うので、画面を切り替えます。続いてですけども、この、太陽光のレンズフレームの作り方についてやっていきます。じゃあ 3D 画面に切り替えます。で、まずレンズフレアするための条件って、照明を置かないといけないので、今右上にこの照明を置いてるの分かりますか、うん、これ何これ照明なんですけど、拡大してほしいです。何置いてるんですか実はですね、玉みたいな。球体みたいなもので、下のこのマリンランプを使うと、うん、この、うん最後にこの躯体がこう見える可能性が出てきて、ああ、よくこう、干渉しない、今回はこの、ウォールスタンドライトという、高橋さんの商品なんですけど、これをチョイスさせていただきました、はい。はい。で、レンズフレアどのパターンを使うかっていうと、結構上の方にあるこの、何ですかね。白系青系白系ですね。白系ですね。うん。こんな感じですかね。はい。入れます。で、こちらはもう派手派手に、実はこの200の200ぐらいの設定でも OK です。うんうん、おぉマックス値で。はい。言っていただいて OK です。はい。で、これで OK をしていただきますと。もうこれだけです。おぉ簡単。はい。簡単であんなね、スペシャルな1枚になるんですか。設定は、あまり細かく、この同じくプリセットで最高品質レンダリングにしていただいて、はい、このレンダリングの設定の、この、ランプですね。これももうマックスに、ここだけいじれます。これだけで OK です。で、プレビューをかけていきます。おー、来た。おー、すごい、ビカーン。はい。という形で、あとはもうレンダリングをしていただければ、こちらですね。はい、使えますので、太陽のこう、太陽っぽいスタイルも、今こういうビカーン光ったものもありますけど、もう何パターンかちょっとあるので、ぜひお試ししてやっていただければと思います。好みの形というのが見つかるかもっていうことね。はい。じゃあ最後に、有形ですね。の作り方について説明していきます。はい。はい、有形なので、今のこちらから、夕日が当たってるイメージをしたいんですね。ですので、前面にちょっと光が当たると、ちょっと違和感があるパーツになるので、一点注意していただきたいのが、このカメラの太陽の位置ってあると思うんですけど、これを逆からですね、建物の方から当てるところがまず一個ポイントです。これをしないと、要は建物が明るくて、なんかこう夕方がこうミスマッチの有形になってしまうっていうのがあるので、まず太陽の位置はこう逆転、逆光にするっていうところをまず設定してください。はい、で、まあ、おなじみのこのボールの照明ですね。同じようにこちらで設定いただきます。で、この中の夕日で言うと、この下の方にあるんですけど、こちらの右側のちょっと赤っぽいものか、左からこの2番目のものがいいかなと思います。この2番目のものが今回ちょっと抑えた夕景のスタイルになっています。はい。これも、下ですね、明るさ200。サイズ、まあ200でも問題ないです。200から180ぐらい。そんな強くていいの？はい。でも OK です。はい。じゃあ、同じく、レンダリング設定ですね。はい。こちらで、最高品質レンダリングしていただきます。
あと、背景を今回青空から変えていきたいので、池田さんが監修して登録している背景たちの中から、一つ入景を選んでいく。そうです。池田さん作ってたんですか、背景画像。そうです。実は私が作ってるんだ。ニックキャドの背景画像。坪井さんからもうちょっと出してよとか言われてるんですけど。めちゃくちゃ使いやすい画像ばっかりですからね。お、いいこと言う。バリエーションもいっぱいありますし。そうですね。うん、いろんなバリエーションをこう見ながら、入景選びたいと思います。はい。で、この今回は31番の夕暮れ空、オレンジってやつを設定します。はい。わかりましたね。でこれでプレビューをかけてみたいと思います。はい、出来上がってきました。うん、レンダリングすれば、はい、でこちらが出来上がった、まあ、ハスのイメージですけど、うん、はい、こんな形でできてくる、まあ、簡単操作とあとまあ設定だけですね。その辺の感覚で持っていただければ、うん、これぐらいの手順でちょっと一つアレンジしたパスができるという流れになってます。すごい簡単、手間そんなにかからなかった。うん。そうですね。はい。なんか背景が変わるとガラッとイメージ変わりますよね。うん。まあ背景もいいっていうのもありますよね。やっぱり、うん、そうですね。さすがにね、私がね作っただけありますよね。背景が6割ぐらいかなって。6割。そうですね。後が怖い、後が。確かに、そんなに手間もないし、あのね、一手間であんなにガラッとパースが変わるんだったら、うん、ぜひレンズフレア。はい、人気機能なの？これは。人気機能なんですかね？いや、あんま知られてないんじゃないかな。知られてないのか、ね。じゃあもったいないですね。だって昼間も使えるって知ったら結構。だってパースコンテストでもあんまり見たことないし、あ、これもしかして使ってるのかなって思った今回のインタビューとかでも、フォトショップでつけましたみたいな。ありましたね。フォトショップみたいな。てっきりリッキャドのレンズフレア使ったのかなと思ってたら違ったって。じゃあ、ぜひこの機会にね、レンズフレアを知ってもらったら、ね、ぜひぜひお使いいただきたいですよね。そうですね。まあ、リックキャドユーザーさんが使っていただくと、もっとなんか素敵なパースが仕上がってくるんじゃないかな、なんて、はい、うん、思ってます、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、リック TV トピックス、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。